アーセナルは、マンチェスターシティとのプレミアリーグの直近10試合で負けている。これはリーグ史上最長の対戦相手との連敗だ。これはひどいスタッツだな。アーセナルがプレミアリーグ戦でシティに勝ったのは2015年の終わりだ。それってボルコットとジルーのゴールで2対1で勝った試合だね。ややプーレが後半に慰めなゴールを決めたのを覚えている。すぐに12連敗になるよ。アーセナルにリーグ優勝してほしい。これで理論上3ポイント差になってしまった。これはいつ終わるんだ。ほんと迷惑な話だ。確かにプレミアリーグの歴史の中で最悪の連敗の一つですが、過去30年間、多くのチームがトップチームとの11試合で少なくとも1引き分けにならなかったとは想像できない。マンユーはヴィガン23連勝。チェルシーは現在、パレスに対して11連勝中です。シティは現在、ワトフォード戦で12連勝、ボーンマス戦で11連勝中です。過去にはウェストブロムに13連勝したこともある。リバプールのようにタイトルを獲得するには、少なくともシティに引き分ける必要があるな。リバプールがシティに勝ってリーグ優勝するだろう。一つのポイントは、アーセナルにはプラン B がないこと。後半にペップがフォーメーションを変更し、その時点からマンチェスターシティの方が優れたチームだった。ギュンドアンの代わりにサカをプレスするようペップが具体的に明けを透かすことができ、それはうまくいっていた。プラン B は持っているが、それは勝っており持ちこたえる必要がある場合のみだな。グアルディオラほど、いじくり回しが得意な監督はいないよ。保持して逃げ切ることをプラン B とは言わないよ。ボール支配率 60% で 3-1 で負けたなんて信じられない。これは戦術的失敗だな。いくつかの守備のミスといくつかのシュートの質の差が試合を決定した。おそらくコーチングの問題か、メンタリティの問題かもしれません。チームが 64% のポゼッションを持っているのに、1ゴールしかなく、3-1 で負ける試合。これは完全に戦術の問題です。ポゼッションは上げます。私は勝ち点3を取る。エンケティアは与えられたチャンスを無駄にしていた。前半はストライカーが上がれば全く違う試合になったと思う。我々はジェズスが恋しいよ。先日の試合は負けて当然だった。エンケティアは衝撃的だったし、マルティネッリはもはやドリブルのやり方を知らない。貧弱な守備の判断とバックライン全体のミス。アーセナルがヴィラヤレスターを相手に勝ち点を落とせば終わりだな。